こんにちは。ご訪問ありがとうございます。猫族です。2023年12月3日、東武ファンフェスタに参加しました。南栗橋駅から会場の南栗橋車両管区までは、行き先表示が楽しいシャトルバスが走っていました。それではイベントの雰囲気をご一緒に、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。工場に入ると車体移動デモンストレーションが行われていました。急線形というのも嬉しいポイントでした。スイッチマルタイの実演が行われていました。最後の方になんとか間に合いましたが、放り生成、放り直しの作業も見ることができました。ありがとうございます。私たち東武鉄道では行っています。それでは、ここまでスイッチマルタイの実演と、東武建設さんによる通り生成を、ご覧いただきました。スイッチマルタイ、AT カート、電気計測車、架線作業車、保線車両展示も見応えがありました。動画配信当日、12月24日に運行開始のいちごスペーシア。この後、ピンク色に生まれ変わったようですね。
特定のシートがいちご柄となっているようですね。ロコ族チャンネル SL 研修庫では車掌車の国鉄よ5000型よ13785の姿がありました。猫族的にしっかり見られたのは SL 大樹デビュー前の2017年、 C11207 よ8634よ13785よ8709で行われた脳内試運転の時以来でしょうか。本物と同じ石炭を使ったミニ SL の運転も行われていました。いちご満載のベリーハッピートレインで温かい駅弁を食べて休憩をしました。工場の中では入場中の給線系をじっくり見ることができました。
猫族チャンネル。シアトなるだから、これが東部の色だよ。え、なんか日光線の方の色とこんな感じ。そうそうそう。ちびき真面目に撮った。あの急行が来た。なんかこの感じ。こんな撮れた。最後に今回いただいた購入したグッズです。東武バスの案内板にひたちなか海浜鉄道駅猫おさむさんのアクリルスタンド、すでに別動画でご紹介しておりますが、東武動物公園のブースでホワイトタイガーの帽子を購入しました。今回の動画はいかがでしたか？イベントの雰囲気を味わい楽しんでいただける内容となりましたら幸いです。それではまた次の動画でもぜひお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。意外とエネルギーのさ、フラレルって合うのが好きよね。意外とフィットしてる。